皆さん、おはこんばんは。ボンバーやろう、桐生です。昨日、二川で接着したネックの状態ですね。これをずっと Facebook とかブログとかに上げてるんですけど、ご質問やご心配をいただいているようでございますので、それにちょっと今日はお答えしていきたいと思います。まずご質問その1、ボディエンド側の水糸の張り方は分かったのですが、ヘッド側はどういう風になってるんでしょうかというご質問いただきましたので、これがボディエンド側ですね。そしてリアピックアップ、フロントピックアップ、通ってネック通ってズズズズズイと上がってくると、ここで4弦側1弦側は溝に乗せてます。そして4弦側の水糸をそのままぐるっと2弦のポストにかけて、ストリングステンショナーを通って1弦に回ってボディエンドをここで巻きつけてるという、そういう状態です。ご理解いただけましたでしょうか。変わってご心配いただいている点、フロントピックアップのプレート部分にネックは乗っていないでしょうか。プレートって多分このことを心配してくれてると思います。サランラップでちょっと見にくいんですが、こういう状態で約5ミリぐらいはついてますので、ご心配ありがとうございました。大丈夫でございます。そしてご心配その2、ご家族の皆さんは呆れていませんかということでございますが、いや、もうすでに呆れてるとかなんとかより見放されてますんで、全く問題はないです。いろいろ皆さんにご心配をかけておりますが、着々とセミアコベースロングスケール化進行していますので、今後は接着後のこのネックの加工をね、ここが随分高いので、これを削っていく作業になると思います。ご期待ください。じゃあまた。